工藤さん、来週からニフティと提携して何か新しい試みをされるそうですね。はい、そうなんです。来週からニフティとゲノピオを提携しまして、議論作りを、そしていろんな人たちが参加できるような議論作りを、そのゲノピオは実験的に始めたいと思っています。でもなぜそのような試みを考えられたんですか？もともとゲノピオっていうのはやっぱりそのきちっとした議論をね、この国に作ろうと思ってその誕生した NPO だったんですね。で、健全なやっぱり社会というのはきちっとした議論がの積み重ねが必要だと思ってますし、ただその今のその日本の政治状況を見た時にですね、ちょっとこれ違うなと、非常にそのやばいんじゃないかと思ってきたわけですね。で、やはりその日本の政治がですね、未来を語ってないし、今の状況、つまり選挙目当ての議論ばっかり行われてですね、そういう状況の今この状況っていうのを、間違いなくこう議論が不足している段階だと思うんですね。ただこの状況っていうのはね、有権者がやっぱり問われている局面でもあると思うんですね。そういう時にそのやっぱり有権者と対話をしながらですね、みんなでこう議論を作っていくっていうことの試みができないかと思ってたんです。そうした時にニフティ側からですね、インターネットの舞台の中でもそのきちっとした議論作りってことできないんだろうか提案があったんですよ。で、これは私たちもやりたいってことだったので、ずっとこれまで準備進めてきまして、いよいよ来週からそれが始まるということになったわけです。では工藤さんはその中で特にしたい議論というのはありますか？ですね、まず一番初めに僕はね、日本の今の政治っていうのをどう考えていけばいいかということをまず議論したいと思ってます。で、というのはね、要するに私たちのゲノピオにもいろいろ外国人の人たちも結構いるんですが、やっぱり日本がその世界から孤立してですね、かなり日本の将来が見えないということを世界の人たちがかなり言ってきてるわけですね。で、私たちも別にその外国人にそういうことを言われるということをあまり嬉しくはないんですが、しかしその日本の将来がやっぱり政治の失敗の中でね、なんかきちっと作られてないという感じは私もしてるんですね。この政治という状況を私たちがまず考えるところから始めたいと思ってるわけです。ただもう一つ、やっぱりその後に私たちはその政策論議に入っていきたいんですが、その中で私たちはね、一番考えたいのは、有権者そのものが、私自身がですね、日本の将来をどういうふうに考えればいいかということを問いたいんですね。つまりその今の人口減、高齢化の社会の中で、やはりその日本 の、 その社会保障を含めて様々なシステムが持続することが難しくなっているわけですね。そうなってくると、単なるその公共サービスに何かを期待するだけではなくて、自分がそれに対して何の負担をするのかと、その要するに負担がないとサービスがないわけですけど、実はそういうことを私たち自身が考えたいし、というのはその逆に言えば日本の政治がそれをずっと避けてきたと。で、それが今この状況を招いているわけですから、私たちは全ての政策の中で最終的には負担と受益の問題を考えたいと。その中できちっとした政策を、対案を出してですね、今の日本の仕組みを作る上で の、 その提案をしていきたい、議論から提案に向けてですね、一つ大きな実験をしてみたいと、それが今私考えていることなんですね。ありがとうございます。では今このインタビューを見ていただいている方に何かメッセージをお願いします。日本の将来はね、まだ悲観するべきじゃないと思うんですが、実はこれを良くするも悪くするもの自分たち次第だと思うんですね。で、これはね、テレビの世界の話じゃないんですね。例えばそのさっき の、 その社会保障とか、その例えば地域の話とか、さまざまな問題は自分たちとか自分たちの家族とか自分たちそのものの未来の話なので、やっぱりこの問題をですね、やっぱりその傍観者じゃなくて自分のことに考えように考えてほしいと。そのための議論のインフラは僕たちが作りますので、ぜひ皆さんは参加してほしいと。それで参加して一緒に議論を組み立ててですね、日本 の、 その社会を変えていきたいと思ってます。ぜひ皆さん参加してください。ありがとうございました。